CRS のワッペン共和国保安機動隊はフランス国家警察の警備警察部隊。1944年12月8日、CRS は警察庁の令下に占領地の治安維持部隊として創設された。1945年3月7日のシャルル・ド・ゴールの指令により70個中隊が20個艦区軍に編成される体制が整備された。当初は、 公共安全局の霊下で、準局扱いとされていたが、戦後の1948年には、警察全体の総予備部隊として改編された。また、アルジェリア情勢の緊迫に伴い、1952年4月23日より、フランス領アルジェリアに三個中隊が派遣されている。1966年に、警察庁を増強改編して、 国家警察総局が創設された後も、引き続き、その主要な内部部局の一つとなっている。暴動鎮圧を準備する、CRS 隊員 AMD5.56 小銃を、携行して立証する、CRS 隊員またこの他にも、国家警察の総予備として、公共安全中央局や国境警察中央局、警護部に対する増援としても運用されている。 CRS の中央組織はパリに所在する保安機動隊中央局である。これは国家警察総局の主要内部部局の一つとされている。地方組織としては7個管区警備局のもとに下記のような部隊が編成されている。通常業務の際の武装は国家警察の他の警察官と同様、拳銃を基本として必要に応じて短期管銃を携行していた。 ただし、黎明期には、占領地の治安維持やアルジェリアでの対、反乱作戦など、準軍事的作戦も実施していたことから、個人装備として、マス36内シカル98キロ小銃、また部隊装備として、FM、MM、ミリー1924-29、軽機関銃を装備していた。拳銃も、国家警察の他の警察官は、十二 a c p 弾仕様の小型拳銃、 後には、マニューリン MR73 回転式拳銃を用いていたのに対し、CRS 隊員は、当初は、ワルサー P38、八、後には、マス50と、軍と同様に QX19mm パラベラム弾仕様のものを装備していた。また、1970年代に入ると、犯罪者の重武装化やテロリズムの脅威に対抗する、必要から、必要に応じて、 AMD5.56 自動小銃が配備されている。その後、拳銃は2003年に内務省の方式交換の共通装備として選定されたシグザウエル SP2022 に移行したほか、2015年のパリ同時多発テロ事件を受けて、2016年には小銃も特殊部隊と共通の H&KG36 に移行することとなった。なお、 国家憲兵隊の機動憲兵隊は、所属と活動地域を除けば、CRS と類似した任務を遂行するため、しばしば混同される。国家警察は、都市圏を管轄するのに対し、国家憲兵隊はそれ以外の地方部を管轄する。また CRS の制服は紺色で、赤色の CRS の文字が入ったパッチをしているのに、対し、機動憲兵の制服は黒色である。 ありがとうございます。